はい、というわけで、ロックマン X 実況第7弾パート7やっていこうかなと。シグマステージ2の続きそのまんま録画しております。じゃあ早速いっちゃいましょうかね。というわけで、どこが終わりだったっけ？ここで終わりかな？もしかしたら最終回かな？ちょっとよく覚えてないですが、行きましょう。 GO！ あれ違うかな？どうだったっけ？頼む頼む、俺に黙らせないでくれ。黙りたくない、実況したい。実況させてくれ。よし、いいんじゃない？一発だけ。ダメージ一発だけ。ああ、すいません。思いっきりマイクに当たっちゃった。ああ、カメレオン。これはもうドリブル戦法で。いやー、スムーズにいきたいな。よし、でも一発食らっちゃった、一発二発食らっちゃった。もらっとこうか。次は、あー、おゴリラさん。カエルが鳴いてる。やべ。よし。カエルがギュルギュルギュルって鳴いてた。自分の部屋いろいろ鳴くんですよ。鳴いたり、物音立てたりとかするんで。オクトパルドかー。ここから行けないかな。行けるんですね。オクトパルドはシールド。
強い、ほんとこいつ強い。ああ黙っちゃった、すごい黙っちゃった、すごい黙っちゃった、やばい。でもさっき Part6 を撮ってる間にちょっとサブタンク貯めてきたんですよ。なんで若干の余裕はあるんですよね。あれ？もういいや、すっきっちゃえ。あー、ナウマンダーかよし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 。ちょっとね、この辺まで来るともう本当に黙っちゃいますね。ダメだ、実況者に向いてない。お、泣き始めた、カエルが泣き始めた。次は誰だ。お、ここでボスか。あー、こいつ何だったっけ、こいつ何が弱点だったっけ。こいつ勝った、正解。こいつもサブタンク使おうかな。おぶねえ。いやー強いわ。次がシグマかな。いやー、サブタンク1個使っちゃった。また貯め直しかな。とりあえずここで一旦やめようかな。次はまたパート8でお会いしましょう的な流れになるかな。難しい、一個一個が本当になんか難しい。精神すり減るな、喋りながらだと。喋ってないけどあんまり。というわけで、パートなんだか忘れちゃった。また次回お会いできたらなと思います。チャンネル登録、高評価、低評価、コメントバンバンお待ちしてます。また次回お会いしましょう。
ありがとうございました。バイバイ。